勝ちか。未遂の罪により判決執行のルール部何が起こった？ゴシップの者たちに女王を披露するだけの場だ。君にもそう伝わってるはずだが最近は協力していたはずの警察からも疎まれていたと聞くよ。妖精以外の犯罪者まで独断で殺害していたそうだし、ちょっとやりすぎだそうか、お前が。今日なんて呼ばれている割には若いんだな。今日のことといい、君にはもう少し自重してほしい。黙れ、それは俺が決める。グッズの多さはお前らの駒じゃねえ。自由に動くし、それに裁くのはこの俺だ。
残念だ。お前、殺せてなかったのか。くそ、踏んだり蹴ったりだな。バイオレット・ウィッチ一強。覚えておけ。ゴシップのトップだ。そいつが、子飼いの王さんに、俺を、やらせたんだろう。どうすればいいんだよ。僕、手当てなんかできないぞ。青く、もっと喜んでいいんだよ。お前、初めっから俺のこと嫌ってたじゃねえか。最後だからって、同情するんじゃねえよ。惨めなのは嫌だ。見よ、俺様だ。最後まで誇りたく。劇はまだ続きがある。バイオレットウィッチか。女王ゼーブルファは変わってしまった。黒髪の女性を見ては憎き魔女の再来だと決めつけて処刑した。行為は次第にエスカレートしていき、ただ殺すだけでなく、いたぶり、あざけり、拷問するようになった。彼女は惨殺を楽しみ、それが永久に続くよう願うようになるまで、そう時間はかからなかった。女王自身が殺人鬼になってしまった。呪いはこうして生まれ、以来ゴシップはグッズ、王様、生まれ来る女王を管理している。彼には気の毒なことをした。気の毒。うん、本当にそう思う。キリンググッズの王様も神の女王もその境遇には同情する。でも僕も粛々とやるしかない。僕らはゴシップを滑るウィッチーの血族は、遥か昔からそうしてきたんだ。ウィッチー、魔女か。本当に女王だけが悪いのか。劇を見たよ。あれがもし本当のことなら、真に呪いを残しているのは女王じゃなくて、魔女の方じゃないのか。
まさか会ってしまうと。無礼は謝る。今日は静かな夜にするつもりだった。被害者男性20歳前後、鋭利な刃物と銃による失血死、殺人事件と断定、犯人は未だ不明。